こんにちは、速稼塾のここです。今回も麻生財務大臣のお話なんですが、今総裁選がね、もうすぐ始まるということで、結構ねメディアを賑わしていると思いますけども、今回総裁に立候補される方はどなたもね、財政出動派、まあ、プライマリーバランス 2% を超えるまではもう容赦なく、もうね緊縮をやめてどんどんお金を出していくぞということで、高市早苗さんにはねかなり注目が集まってますし、まあ、岸田さんもそうですよね。広島から出ている岸田さんなんですけども、ドーンと30兆円規模で金出していくぞみたいな、真水出していくぞみたいな感じで勢いづいてるわけなんですよね。そこにまたね、水を差すのが麻生財務大臣ですよ。全国何千万人の65人でしょ、もう麻生財務大臣ファンは。ちょっとね、麻生財務大臣の顔見てください、これ。こちらです。どうぞ。これ、もう本当に憎たらしい顔ですね。今回ね、もうなんとか、日本の経済を立て直して、国民を救おうとして、もう勇気を持ってね、財務省に立ち向かうつもりで、もう総理の座をかけて、総裁選に出馬してくださってる皆さんが、財政出動をガンガン推し進めていく中で、またね、麻生財務大臣が、バカなことを言い出したわけなんですよ。いいですか？経済再生と財政健全化の両立は必要だっていうふうに言いますよね。まあこれはその通りなんですが、内容が悪い。財政健全化が滞ると日本の為替に対する信頼を失い、一挙に円安になったり、インフレになったりしかねないと指摘。まあどの口がいいんでしょうね。これ後でもう一回お話しますね。国民生活に影響を与えるためって、国民生活に今影響が出てんだっていう話ですよ。だから財政出動しろって話なのにね。もう国民生活どうですか、立ち行かないですよね。国民生活に影響を与えるために確実に安定したものでやっていく必要があるとかだった。安定してやっていこうと思ったら麻生財務大臣がそこにいちゃダメでしょ。早くねやめてください。財務大臣も国会議員ももう御年80超えてるわけですからね。もうそろそろね引導渡してもらいたいと思いますよ。で、ここからが肝心なんですけども、30兆円規模の経済対策が必要という話については、一律10万円給付のような対策が含まれているならとてもそんな話は飲めませんと語った。まあどこまでね、本当に結局国民に10万円ずつ配るのだけを反対してるんですよ、この人は。もう鬼ですよね。こうしてる間にも次々と人がね困ってますよ、お亡くなりになってますよ。これ全部麻生財務大臣一人のせいで人が死んでますね。麻生財務大臣は国民が一人一人死ぬことを喜んでこうやってね、見ているということでございますね。でね、麻生財務大臣、今副総理という立場にいますけども、実はこの人ね、2009年に麻生内閣というね、総裁をされていて、要するにね、総理大臣になったことがあるんですよ。その総理大臣の頃の、まあ、なんと言いますかね、輝かしい実績と言いますか、ちょっとその辺にね、目を向けてみたいと思うんですけども、画面切り替わりますか？はい。で、ウィキペディアになりましたけども、麻生財務大臣の、何ですか、さっきね、財政出動すると、円高がどうとか、円安がどうとか言ったでしょ。でも、今回みたいな感染症騒動がなくったって、麻生財務大臣の時には、株価じゃないや、ドル円ですか。これ100円切ってたんですよ。だからとんでもない円高にして、日本を徹底的に追い込んでね、経済ダメにして、麻生財務大臣は、ついに、自民党が、ゲアするきっかけを作ったんですよ。要するに麻生財務大臣が総理をやったら、自民党はもうね政権取らなくていいよっつってからね、放り出されて民主党に変わったんですよ。だからとんでもないね恥知らずなわけなんですよね。で、ここに書いてありますけども、相次ぐ離任ってあるでしょ。相次ぐ離任で、麻生内閣の発足から1年も経たないうちに主要な役職に就く者の離任が相次ぐ事態となったということでね、下手なんですよね、統治がね。組閣から5日後、失言問題を理由に、中村国土交通大臣辞任ということでね。で、松並健太さんがね、この方ですか。松並健太さんは、定額給付金制度に反対し、だから、麻生財務大臣がお金を配るぞーって言ったところに対して、いや、定額給付金配るのやめましょうっていうふうに言ったら、なんとね、その人をクビにしたんですよ。罷免したって書いてるでしょ。で、2月にはですね、中川翔一、この当時の財務大臣ですけども、この方をね、結局は辞任に追い込んでるのが麻生財務大臣なんですよ。で、その後ね、中川翔一さんは、自殺されたんですよ。麻生内閣から自殺者が出てるんですよ。
麻生さん責任感じないんですかね、こういうのね。のうのうとやってますけど。で、その後、森友で、また、お一人お亡くなりになってるわけでしょ。だ麻生財務大臣って、次から次へとこういうふうにね、なんですかね、死神のようにね、重要人物を、指示に送り込んでるんですよね。だから麻生財務大臣がいなければ、失われなくていい命が、今でも生き生きと、その生命をね、息づかしていたわけですよ。とんでもない人ですね。で、3月には、平田光一の国務大臣、副大臣及び、大臣、政務官、規範が、違反が発覚し、財務副大臣を辞任。だから財務副大臣も辞任してるんですね。めちゃくちゃですね。で、5月には河野池さんの女性問題と議員なんとかが発覚し、またね、内閣なんとかかんとかを辞任と。なんかね、辞任だらけなんですよね。要するに、ここに書いてますけども、麻生さんって、1年も経たないうちに、次々とね、自分の指名した、重要閣僚がいなくなっているというね。下手なんですよ。ね。で、党内をまとめることもできないし、ただこうやってね、文句言ってるだけなんですよ。10万円配るの飲めませんとか言ってね。ちょっとね、画面引っ張ってきましょうか。こういうやつですよね。これ。これはね、島倉さんのね、YouTube チャンネルから持ってきたんですけども、経済再生と財政健全化の両立は必要とかね、書いてますけども、一律10万円の給付のような国民を救うような対策は、もう飲めませんと。国民は、やっぱりね、死に耐えてほしいというね、麻生財務大臣の希望が率直に書かれてますね。国民に死に耐えてもらって人口削減計画ね、ニューワールドオーダー、新世界地図ですか。選ばれた人は違いますね。で、麻生財務大臣がね、なんでね、国会議員やってるかっていうと、やっぱり誰かが投票してるんですよね。だからそこをなんとかしなくちゃいけないと私は思います。そこで出てくるのがこの方なんですけども、いいですか？このね、左側の方ですね。令和新選組から立候補されてる、大島九州男さんですよね。この方は、森友問題にも、ちょっとね、縁があってですね、非常に悔しい思いをされてたと。で、この方は、多分、森友問題はじめ、すべてを知ってる方なんですよ。ちょっと詳しくは私も覚えてないんですけども、この方の演説はね、本当にね、心揺さぶられますね。山本太郎さんと似たようなマインドを感じます。ですんで、この大島九州男さんが、財務大臣なりを、閣僚なりをやっていただくと、日本は一気にね、いい方向に進むんじゃないかなと思います。で、山本太郎さんね、南の帝王でおなじみなんですけども、山本太郎さんは、すべての質問にきっちり答えてくださるんで、ものすごく気持ちのいい政治家だと思います。のらりくらりとね、なんかあれでしょ、その件は裁判中なんでとかね、第三者委員会がなんとかって言って、結局は答えずに時間切れを狙うようなね、まあ、小汚い人とはわけが違って、きちんと答えてくれますんでね。多分この人は、例えば国会の答弁でも、時間切れになったらツイッターやね、YouTube できちんと返答してくるんじゃないかなと思いますね。残念ながら、すぐに、与党の代表になるかどうかっていうことは、なかなか難しいと思いますし、今回ね、野党共闘しましたけども、まあ、立憲民主党にね、枝野さんがいる限り、立憲民主党の株が上がることはないでしょう。もう、枝野さんが全部を台無しにしてますからね。だから、立憲民主党も、ちゃんとできる人だけを残して、あとはね、人数だけ集めるのやめて、全員クビにした方がいいと思うんですよ。だから、10人ぐらいで始めればいいじゃないですか。ちょっと余計なところに話が行きましたけども。だからね、大島九州男さんにぜひね、投票していただきたいなと思うんですよ。嫌でしょ？この方。この人は。だって国民を苦しめるのが好きな人ですからね。しかも、いろんな人を死地に追い込んでますからね。だからこの人がいなければ死ななくてもいい人がたくさんいたんですよ。ね、まあこうやって憎たらしい顔してますけどもね。だから、麻生財務大臣はね、権力を持ったら悪人なんですよ。だから権力がなければ普通の気のいい人ですから、その時はね、麻生太郎さんと仲良くしましょうねでいいんですけども、なんか権力持ったらこれほどまでにね、人の死に対して鈍感になって、血を見るのが好きな人になるとはね、本当にひどい話だなと思いますよね。いやー、どう思います？なんか結構ね、言葉が乱れていきましたけども、全国65人の麻生太郎ファンの皆様、ね、麻生太郎さんのこれ以上暴挙を許していいんでしょうか？ね、国民が苦しんで、お金がない、仕事がない、働きたくても働けない。それは政府の要請に従った結果でしょう。なのに保証がないんですか？何のための緊急事態宣言ですか？と。そして、すべての人が
財政出動しましょうと言っても麻生財務大臣一人がですね反対してるんですよ、ね、こんな人に権力を与えてしまって、まあ、どうなってしまうんだと思いますよね。そもそもですね、その新しい総理が財政出動するぞって言ったら財務省に反対する権限はありませんよ、ね、総理の言う通りにしたらいいんじゃないですか。そもそもね、財務省が、いろんな人を脅してですね、まあなんかね、良くないですね、こういうのはね。国民のしもべとあるべきですよ。まあ、麻生財務大臣ってのはやっぱり、どっかの国の回し者で日本を貶めようと一生懸命に働いてるんでしょうね、きっとね。スパイ防止法が作られないのもそのためなんじゃないかなと思います。まあ、どちらにしても麻生財務大臣のせいでね、お亡くなりになった方が多数いるということですね。中川翔一さんもそうだと思いますし、で、赤木さんもね、そうですよね、あの財務省もね。全部麻生さんの責任で、この国は悪くなってると思いますよ、私は。麻生財務大臣ファンの皆様、そう思いませんか？ね、これからも麻生財務大臣を逆応援していきましょう。ということで、選挙が始まったら、衆院選始まったら、福岡8区でしたっけね、大島九州さんに入れましょうよ。ね、麻生財務大臣に間違っても入れちゃダメですよ。麻生財務大臣入れるぐらいだったら、白票、ね、白票を投じていただきたいと思いますよね。うん、じゃあ、まあ、こんなところに行きましょうか。麻生財務大臣、行ってらっしゃい。